はい、えー、それでは、ですね副団長がまだ来られていないので、あのちょっと7番行きましょうか、えー、でやっぱり選挙妨害のことについてなんですけども、門田隆翔さんのツイートですね、飯山あかり氏が常軌を逸した選挙妨害にあっていこう。 不眠耳鳴り等に悩まされるようになり、専門医の過料が必要との診断を受けた山田区日本保守党15区支部長は折りることに、選挙戦を通じ、あるべき姿を示し続けてくれた飯山さん、じっくり休んで、英気を養ってくださいと。えー、と関連理者8番ですね、有本薫さんのツイッターですけども、4月19日、豊田で初めて妨害を受けた時から、 何度も私たちの活動場所や事務所付近に現れ、あたかも警察関係者のような雰囲気を醸し出しつつ、今日はどこに行くのかと必要に尋ねたり、ああしろこうしろと察知したりした男、我々が問い詰めて、警察とは全く無関係と分かったが、いまだに正体不明と。これを受けて9番沢草さんが 警視庁が警告という記事が出たときはがっかりだった、今回、警視庁が摘発する意思がないことははっきり示されたからだ、国会で法改正が議論されてからいるから、あえて渦中の拾う必要もないと警視総監は考えたんだろう、腰抜けということで、これちょっとあの3つ合わせて、三枝さん あのちょっとコメントを解説いただけますか、はいはい、あの僕があの栃木にいたときはあの、栃木県警担当というのをやってましてです、ね、そのときに、参議院の選挙があったんですね、でその時に僕はもう当然あの、立候補者の,の資料を集めたりとかいう、そういうお手伝いはしたんですけど、そういうのは基本的に、えー、新聞社の支局では県庁担当がやるんです。ではい、僕は何をやっていたかというとう当日 すごく緊張するのはです、ね、結構その時栃木県警の捜査2課が、4か所か5か所ぐらいです、ね、陣営をです、ねえー、摘発するっていう話があって、かなり僕、緊張したんです、だから東海評日は、警察担当はそっちを緊張するんですね、次の日の大体朝に一斉にわーっと事情聴取を始めて、一斉にドーンと入るんです。 だからもう本当に告示日の前からずっと電話をかけていろんな警察署に友達を作っておいてバーっと候補者を10候補ぐらい最初出るんですけどそれが落ちてくんですだんだんこれはだめ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 っていうで最後に警察庁に上診してそれいいよってやって残ったやつを摘発するんですけど前の日はもうそれで緊張するんですねところが今回のこの警告っていう記事が出たのがちょうど投開票日の前後だったのであ これを今出すっていうことは警視庁はやる気がないっていう今回の事件についてはやらないっていうこれはメッセージなんだなと思って僕はすごくがっかりしたわけですあ,あのねでもね警告って翼の党みたいなあんなその選挙妨害目に余る選挙妨害でなくても結構出てたりするんですよね。で僕は今回 東海表屁の、あ、副団長、お疲れ様です。お疲れ様です。え、えー。はい。ちょっと、先進めますね。はい。あの。東海表屁の翌日にね。ガサが入らなかった方が、僕はちょっとがっかり感が終わったんですね。ええー。だから、ガサが入るんであれば。うん、家宅捜索へって原稿が出なきゃおかしいわけですよ。今日送ったんですよ。さあ、警告っていうのが出ちゃったから。えー このタイミングで警告っていうのをマスコミが流すってことは、そういうことね、ないんだなと、強制捜査ないんだなと思って、だから公職選挙法以外の適用法令に照らし合わせるって話になると、多分あの投開票日の翌日にガサが入って、公職選挙法以外でこれもできただろうし。 あと公職選挙法でもやれたと思うんですよね、えー、実はね、この辺のことって、まあ、多分あの国会もあと、ね、1か月ちょっとで、えー、あるんですけれども、まあ、できるだけ、ね、公職選挙法、これでいいのか、えー、あるいは選挙中のああいった妨害行為というのが、またあいつらはあのやる気でいるようなので。 途中戦に出るんですよね。確かね。出るからますね。はい。ね。まあやっぱちょっとこの辺はね、あのしっかりとやっていく必要があるなと思いますね。僕ね、えー、黒川さんのね、携帯ゲットしたんですよ。はい。昨日から何遍も電話してるんですけど、<laughs> 留守番電話。戻ってこないです。本当に本人のあれあれなんですかね。はい。えー、あの副団長、お疲れ様です。お疲れ様です。 ちょっと遅れまして申し訳ありません。はい、どうもお疲れ様です。はい、私もちょっとあの機械トラブルでちょっと遅れちゃって、えー、ドタマはあの西草さ,んさんにあのご迷惑を、えー、おかけ、えー、したわけでございます。す誠に申し訳ございませんでした。西草さいさん、はい。お恐れになってよかったです。いや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 。えー、はい、えー、それではちょっと飛ばしてですね。 えー、ちょっとこれは長くなってしまったんで、あのいよいよ5月9日からですね、静岡県知事選挙があの始まります、で12番、まあえー、実は今日昨日と、私、静岡県にあの行ってき、えー、ました、ツイッター、Twitter、ターテイダー見てますよとか。 文化人放送局見てますよっていう方々のご自宅に行ってですね、えー、ピンポンしたら玄関先に長尾隆がいるっていう、えー、玄関先に生隆を丸々2日間やってまいりました、でちょっと読ませていただきますが、えー、っと公明党の県連は、自主投票を決定しました、静岡県連ですね。 自民党の静岡県連は大村氏への推薦を決定しましたが自民党本部の判断はまだ出,出てないんですよ。でここに、まあ、地元的には非常に注目が集まっているとでまあ、万が一県連が推薦決定を党本部に出したのに党本部はこれを決定しないというまた奈良県知事選挙のように、まあ、地元がねじれるのかと。 でも実際、ねじれてるんですね、えー。自民党の浜松中央支部という支部は、えー、旧民主党出身の元浜松市長の鈴木氏に<や>、まあ、とにかく推薦を出したいということで、まあ、与野党ともにネットワークを持っていて、まあ、寝技を含めて非常に手強いとで。現地って僕びっくりしたのは、 まあ僕ら、あんまりあの静岡県以外の人間はピンとこないんですけど浜松新球場を作るのか作らないのかっていうことばっかりちょっと争点として挙げられていてテレビとか新聞も全部そうでしたただただ僕らが一番関心としている太陽光パネルの議論というのは隠されたままのようで非常にね私現地であの複雑な水面下の事情を感じていると。 いうことを昨日、ツイートをさせていただきました。まあ、静岡、静岡県知事選挙。まあ、まだまだあの情報があの少ない部分はあろうかと思いますけれども、この辺、三枝さんは、あの、どんな情勢をあの、注目されていらっしゃるんでしょうか。そうですね。僕はちょっとうん、嫌な予感しかしないですね。鈴木さん、おっしゃる通り、はい、確かに強そうですし。 一応、地場の方ですし、今回、なんか県庁に、今までね、こんなこと、あんまり、もう静岡支局3年いたんですけど、県知事選挙でこんなに県庁にですね、浜松経済圏と静岡経済圏のなんか、戦いみたいな感じになっちゃったことって、今、ちょっと記憶がなくてですねで、東部からも本当は渡辺周さんが出てたら、ちょっと違った展開になったのかなっていう気もするんですけど、 うんね、なんかそんな感じしませんかち、地域ごとになんかこう、鈴木さんって自民党にもある程度、一定程度浸透してる方なんで、だからちょっと,、ね、ょっと今までの選挙であんまりない感じだなっていうか気がしますこれ、副団長のコメントをもらう前にちょっとごめんなさい、これだけ三枝さ,さんに聞,か聞きたいんですけども、あのたまたまね、私、おととい、 あの大村事務所にあの資料を取りに行ったら、ですねその日、事務所開きだったんですよ。でね、知事選挙の事務所開きで、テレビカメラが5台来てた、これ、多くらいですか、どう思いますもともとでも静岡のね民放テレビって、かなり取材がしっかりしてるところなんです。ああかえ非常にあのあ 北関東なんかと比べても、ですね非常に僕はもう本当にあの人生であの、いわゆるスクープをされちゃった方抜かれちゃったっていうんですけどね、抜かれちゃった回数が一番多かったのは静岡の記者クラブ、県警クラブだったかもしれないと<ー>思うぐらい、結構、取材陣充実してるんですよ。だからまあ、僕はそ,、まあ、その一環かなっていう気がします。 なるほどね。知、ま、事、あ、選挙について、マスコミのほうも、ね、じゃあ,あの、非常に関心が高いところだっていう、そういうあの理解、やっぱり、清張クラブの記者にとっては、もう本当に大イベントですから。僕、あんなにね、事務所開きにあんなに手ビり感が来るの、あの初めて、えー、でした。えー え副団長、静岡県知事選挙、どううでしょうかね先ほど申し上げたとおりあの、たまたま別の番組も出ていて、あの加藤清隆さんが、あのーまあ、詳しく、あのー、お話をしていただいたのは、私はへえへえへえと聞いて、えー、いたんですけれども、あのーまあ、今、あのお二方がまあ解説したことに加えてです、ねあのーまあお、大村さんのが明確に、まあそのえー、これ以上の太陽光パネル、まあ、ベラベラやってくるのは反対だと。 あの反対を明確に打ち出されたとでこれはもう今回の選挙の一つの新しい争点としてこれから太陽光パネルバンバン張っていく鈴木さんはまあはまなく太陽光パネル埋め尽くした色ですからこれをやっていくのかそれともここでストップをかけるのかが一つのまあ焦点になっているとでそして大柳さんは結構ーまあパーカツさんとまあ副知事時代に まあ、い,いじめられて、一生懸命ですね、あのまあ、川勝さんの、まあ、暴虐からいろんな人をこう、ま、守っていた、でそして、えーまあ、飛ばされたっていうかね、で結局、その結果、あのまあ、国との、えー、大喧嘩に結局川勝さんはなったんですけれども、そういう経緯もあってか、えー、静岡では浜松市長も含めて、ほぼ全部、あの大村さんを支持するという、まあえー 意向表明しているとそれはちょっとここ1週間ぐらいで、大きく情勢がこれまでどうしようかっていう地元の雰囲気からですね、大村さんに今、だんだんちょっと風が吹き始めているということを伺いました。そして浜松の救助の問題というのも、スズキ自動車の鈴木さんは大喜びするかもしれないけれども、 とい、あのーまあ、てか、そのために、えーまあ、鈴木康智さんは、えー、これをやろうとしているんだと、ででこれが団長おっしゃった通りまり、あえー、浜松経済圏と、まあ、それ以外との、まあ、対立みたいなものにもなっていて、まあ、その野球のチームっていうのは、えーまあ、ウエスタンリーグで今度、えー、静岡市をベースにです、ねあのまあ、チームがあのできているけ,あるけれども、これ、浜松やありませんねと。 まあいろんなことを含めて、なんで浜松にあのえそのそんな野球場、そんな立派なものを地元チームもないのに作らなきゃいけないんですかと、本当にスズキ自動車のためですかっていう、そこに浜松の人以外は、はてなマークがみんなあのついていると、これまでの県政ではずっとまあ西部出身の方、西部にあのゆかりの方ばかり知事になってきたので、 今回そうじゃないこととを望む方が結構増えていると、まあ、いるろんなことからあの、これまで知名度が高くて、あのまあ、自民党も含めて、えこっちが勝ち馬かなと思われていた鈴木さんですけれども、どうも今回、そうでもなくなってきたぞという情勢を今日はお伺いをして、まあ、ここで自民党の権連がしっかりと大村さんの知事を打ち出している以上です、ねまあえー、国の自民党はいつでもどこでも変なことばっかりしますけれども、 他はちゃんと地元の意向に合わせてくだ、さいいと、このように思います。今、吉田先生がおっしゃったのを聞いて、ちょっとかなりあの意を強くしたというか、僕はあの知名度だけで言ったら、鈴木さんのほうが全然静岡県内では多いと思うので、ただ問題は東部、東部をどうあの抱き込むかということなんですが、東部にはですね、僕、太陽光発電の関係で仲良くさせていただいている中田月城さんという、 あの県会議員さんがいらして、ですねこの方、結構、東部のボス核なんですよね、で、中田さんはやっぱり太陽光発電にはものすごく反対派なんですよ、ひょっとしたら、中田さんの要望もちょっと聞いたのかなっていう気がするんです、東部はかなり太陽光発電にアレルギー強いので、あのー、これはひょっとしたら東部がですね大村さんの見方をしたら、これはもう一気にあの形勢逆転するなって、今、吉田先生のお話聞いてて思いました。 これね、あの当初、大村さんの政策集にも太陽光、全然入ってなかったんですよ、それで、まあ、あくまでもそれは後援会開放の中に入ってないというだけで、えー、本当に選挙に入ってから公約を発表するにあたって、やっぱり太陽光については、最低でも慎重、まあ、反対の、えー、論陣を貼ってくれということで、これ、伝えなきゃいけないよねっていうことで、<ー>昨日ですね、 あの御殿場で、えー、街頭演説会があったときに、まあ、私はそのとき静岡市内にいたんですけれども、あのー、参議院議員の,あの若林さんがですねあの、ちょっと時間取ってもらって、であと、再、あのーえー、エネ全国連絡協議会の、えー、方々の提言を、まあ、とにかく見せたら。 あの大村さん,、うん、この方向であの必ず行きますとで、大村さん自身は、あの高校は静岡高校、まあ、そこから東大なんですけども、大村はあの浜松なんですねたた、確か、確かそうだったと思う。えー、で、まあ、2人とも浜松出身なんだけれども、安友さんは,は,は浜松市長ですから、東のことはあんまり。だからもう大村さんはあの 東のことをとにかく徹底的に、あのちゃんと経済のことだとか、太陽光やなんかもあの考えるっていうことで、昨日なんかね、あのだいぶこうちょっと太陽光については、慎重な物言いでお願いしますよっていうね、あの注射をいっぱい <laughs> 打たれているんで、まあ明日、明後日明あさって、5月9日の段階で、どんな公約をね。 まとめていくのかってことはね、これやっぱりあ僕らもあのこの番組やなんかであの注目していきたいなと思ってます。あとちょっとごめんなさい、長くなってる恐縮なんですけど、鈴木康友さんなんですけど、一般社団法人の静岡ベンチャースタートアップ協会っていうところの役員をやられていらっしゃって、言ってることは、新たにベンチャーで立ち上げるところ、新たな事業を始めましょう。 そして海外からのあるいは全国からのいろんな投資を呼び込みたいそこだけ聞くとね、まあ、ああなるほどいいなと思うんですけどここにちょっと太陽光だとか中国ビジネスだとかこの辺が入ってくるとまずいなと思いながらこの辺をちょっと隠しながら隠しながらやっているっていうところにちょっと妙な寝技を感じたりはしています。ま,あ、またあの 静岡県知事選挙のことについては、まあ、いろいろあの情報が入ってくると思いますのでお二方からまた補足のご発言があればお願いしますなければ次行きますありますか、まあ、一言だけですねはいどうぞ大樹総研の鈴木さんってもう有名にしましょうはい、はい、僕も静岡入りしますそうですねは、えー あとは、まあ、あのツイッターたあのご覧いただいているあの静岡県民の、えー、団員の皆さんあいらっしゃい,いましたら本当、ね、えー、ほんとぜひあの選挙事務所に行っていろんなお手伝い等々をやって本当、えー、支援の輪を、ね、広げていただきたいと思います。あの大村さんね核性器処って たたった一人で街頭ええやっぱ何を喋ってるかっていうことよりもそういう姿を見せるっていうことでこれはねあの静岡市内の,あのとあるあの商店街の方に聞いたんですよ、えー、でその店主の方はえじゃあ,あの社長 それご覧になったんですかって言ったらいや俺は見てないけどみんながそう言ってるっていうあいいですねこのねうんここ大事なんですよみんながそう言ってるっていうところでね、えー、まああと一週間しかね、えー、ありませんので、えー、ぜひあの応援していきたいなと思いますちょっとガラッと変えて新しいニュースができま出てきました、えー、皆さんあの気になされていらっしゃるハギュウだ 世耕氏ら不起訴、田舎暮らしの庄司さん、えー、司法と行政はぐるか、日本の司法も行政も腐りきって、うが湧いていると、えー、いうことです、まあ、これ、記事の内容というのは、えっとまああ、派閥の会計担当者は、清和会も、翡水会も、そして高知会も。 まあ、立憲をされているということなんですが、実際議員においては、まあ、今回、えー、不起訴ということですね。まあ、これは刑事告発を受けたことに対しての不起訴ということですね。えー、実際、まあ、恥ずかしながら、私も含めて、えー、清和会の人間を中心とする各議員が。 東京地検特捜部の任意の事情中取を受けて、えーまあ、これはあのー、政治、えー、活動に使ったものとするとかいうような、まあ、判断をもらったわけなんですけども、今回のちょっと不起訴について、三、え、枝、ー、さんはあのどんな印象を持ちですかあ僕はもう全然驚きませんでした、こうなるだろうと思ってました、はい、それはもう、あの自分の僕、動画でも何回も言って、これは右、左問わず、非常に評判が悪かったんですけども。うんはい 今まで4000万円という,もう何でも言いましたけどの浦さんのあれがあって、はい、今回から3000万に落としましたみたいなことをやると中国の習近平がです、ね、権力闘争に贈収賄をう叩くんだ虎も肺も叩くみたいなことを言ってばーっとこう自分の対立している人間を一掃しちゃったと。 それを検察を使ってやるということが可能になってしまうんで、はい、これはもうあの立件するのは国民の権利じゃありませんのでこれはもう投票行動でこの方たちに文句があれば三林さんなんか例えばこれ あの読売新聞にこれ載ってますけどね。はい。三橋さんなんか2954万円の、まあ頭に来たと思えばこれ埼玉の方、三橋さん落とせばいいわけで、萩生田さんは八王子の方、あの選挙区の方落とせばいいわけですから、それとこれはね、あの気持ちはすごくわかりますよ。僕ははっきり言って、あの、聖和会をけしからんと、僕は特に事務総長クラスの人たちには、特に僕は萩生田さん含めて、もうとんでもないと思ってますが、立憲すると、 しないっていうのはまた別の問題なので、もう投票行動で示し,示しましょうということで、あ僕は思っておりますあの萩生田さんも、世耕さんも事務総長は経験してないんですよはいはいはい、まあまあ、そうそうそう、あと、ね、よくね、皆さん、ちょっと勘違いされてらっしゃるんですけど、世耕さんは参議院幹事長っていうのは、自民党の参議院幹事長であって、 清和、えー、会の中の参議院幹事長ではなく、清和会の中に今、参議院を束ねる清風会の会長であって、清和会の役員じゃないんですね、当時は。えー、だからなんでこう世耕さんが、えー、今回、こういう形で離党までさせられてるったら、僕はあの本当に納得がいかなくて。 え、それを今発売の月刊花でに書きました <laughs>。これはまあ、またあの皆さん読んでいただければと思います <laughs> え、副団長いかがでしょうか？この不起訴についてはい、いまあ、これはあの斉藤さんおっしゃってる通り、あのー、まあ、例えば死刑についてね。永山基準ってのがあって、まあ非常に全く理解できないけど、1人殺してただけじゃ死刑にならない。2人殺さないと死刑にならないみたいなね。あのくだらない。判例積み重なってる。 じゃないですか死刑については。まあ、これと同じように、まあ、この政治資金の違反についても、まあ、そのおっしゃった通り4000万とか、まあえ、従来の基準を、まあえーまあ、勝手にそのあ変えるとです、ね、まあ、その恣意的な、まあ、行政になってしまうという、えー、ことでこ、これ自身は、まあ、実は妥当、本、え、当、ーまあ、なんですよ。ただこれに本当は、えー 法は、現行法はこうだから、えー、政治資金規制法などを改正しなきゃいけないということで、えー、本当は、えー、自民党は、えー、まずかよりはじめで自らに厳しい、えー、法改正をしなきゃいけないのに、他の党が出しているよりも遅く、緩いものを出してきたから、まあ、早く岸田内閣なくなれと思っているんですけれども、まあ、今回の基準につ、基準というかその、えー、判断については、あのー、まあ、これはまあ、えー、従来の物差しで、 が物差し、まだ法律変わってないので、いくしかないというのはよく分かると、まあ他の不起訴問題全体の中で、これも不起訴かという思いはありますけども、あの他の不起訴とちょっとそういう意味では若干、意味合いも少しですね違うなと思って受け止めていますはいありがとうございます。まあ、党内の,、ね、あのポジションが必ずしも高くない 塩谷さんと世耕さんが、ああいう形で結果、離党になったっていうのは本当にわけわかんない、えー、じゃあ、当時の事務総長が、えー、もうあの普通なんですよで、一番やっぱり納得いかないのは、えー、岸田宏池会元会長ですよね、<laughs> ここのところです、もう正直申し上げて。だから、立国、えー、の問題なんですよ。 これまですよね、えー、でね私もちょっと、あの花田にも書かせていただいたんですけども、まあ,あの人もこの人もその人も、あの爪を研いでいますよ、えー、これでは終わらないです、えー、でこれでは終わらない一旦が、僕は東京、10国の選挙に出たんじゃないかなと、実はそこまで考えてます。えー、とにかくあの 排除していかなきゃいけない人を順番に。うんまあ、今回やっぱり相当小池さんがあ板手をこむったその背景には、まあ、ちょっといろんなあの流れがあるんだろうとあの僕は想像していまして。えーまああの 今は、本当に、あの、我が政和会も、しんどい中で、自民党もしんどい中で。えー、厳しいご指摘のね、あの、当然、ある中でね。えー、まあ、爪を研いで、いかなきゃいけないな、というふうに、あの、思っています。はい。はい、えー、それでは、二十三時となりました。えー、ちょっと、あの、冒頭、えー、私があの、出演はできなくて。沢口さん、本日も、ありがとうございました。<laughs> 申し訳ありませんでした。あのそれ次回から、あのー、最初から最後までやっていただいたも結構でございますいや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 もう。勘弁してください。<laughs> いやでも本当あのありがとうございました。はい。それでは以上、えー、とさせていただきます。四千六百二十六人の方にご視聴をいただいております。本当にありがとうございました。ありがとうございました。来週もまたどうなのかな。これはあの。 無茶ぶりピーの腹積もり一つということでございます。はい、えー、じゃ、あどうも、え、副団長、えー、そして、えー、木大、木曜大、三枝さん。お疲れ様でした。だい、みなさん、ありがとうございました。はい、皆なさん、ありがとうございました。はい